こんな工場建物ごとぶち壊してもいいぞ。メタロットたちよ、ナイさんの工場をこんなにしやがって許さない。謎のメタロットだ。もう一度メタフォースだ。しかしドークスを信じろ。最後の最後まで信用するんだ。メタフォースを成功させる。はい、マスター。無理だね。何度やっても無駄だ。お望み通り、ハンディキャップつけさせてもらうぜ、番長。メタビー、メタフォースだ。よっしゃ、ダブルメタフォースだ。ふっだ。何？ダメージポイント。負けた。マスター、私は嬉しい。メタフォースの成功はマスターとの絆がより深くなった証だからです。よかったわね、謎のメタロッタ。でもよ、メタフォース使うとほんと疲れるよな。あのまんまぶっ倒れてたら、お望み通りナエさんに一生修理してもらえたかもな。まだよ、学校の野郎。ポンコツメタビー、イエーイ。それメタフォースをお見舞いしちゃうぞ。なんだと、やれるもんならやってみろ、このポンコツ。言ったら言ったらやっちゃうぞ。まっちゃうぞ。ピンピンピンだ。待てお前、この野郎。にそそのかされた立山くんがなんとデスメダロッターに転向。ユニトリスと共に連戦連勝の立山くんは強くなった姿を見てもらうため一気に挑戦状を叩きつける。だがなぜかメタビーに武器を使わずに戦うよう命じる一気。果たして一気の目的は何なのか。次回、メダロット魂若葉の誘惑、燃えろ熱き魂。